本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はどんな食べ物が好きですか？について。はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。こんばんは。今東京は夜の8時です、ね、夜の8時、ね、夜の8時ご飯食べましたか、ね、ご飯、夜ご飯を食べました、うん、僕は食べました、ね、僕は何を食べたでしょう。僕はうどんを食べました。うどん、皆さんうどんは好きですか、ね、うどん、ラーメン、どっちが好きですか。うどんとラーメン、そば、ね、いろいろな、麺料理、ね、麺って言いますね。ヌードルのことを麺、ね、日本語で麺って言います、いろんな麺がありますね。うどん、ラーメン、そば、まあいろいろあります。焼きそばとかね、焼きそば、皆さんはどんな食べ物が好きですか。日本食、日本食、日本食というのはまあ、和食、日本食、和食、日本料理、ね、日本の食べ物ですね。日本の食べ物が好きですか皆さん、うん、天ぷら、天ぷら好きですか、ね、とんかつ、とんかつ美味しいですよ。まあでも豚肉がね食べられない人、ね、そういう人もいますから、そういう人は唐揚げとかどうでしょう。唐揚げ、ね、鶏の唐揚げ美味しいですよ、ね、ベジタリアンの人は豆腐、豆腐もいいですね。豆腐僕も大好き。豆腐とか、あとは納豆ね。納豆も美味しいですよ。ちょっと臭い。ちょっと臭いかな。ちょっと臭いかもしれないですね。でも体にいいですね。健康にいいです。ヘルシー。ね。皆さんはどんな食べ物が好きですか？イタリアン？ね。ピザとか。ピザ。ピザ美味しいですね。パスタ。ね。カルボナーラ。ね、ハイカロリーですね。カルボナーラはちょっとハイカロリーです ね。ハイカロリー。あとは何、アメリカのハンバーガーとかね。ハンバーガー、ハンバーガーとかドーナツ、ね、ドーナツ、クリスピークリームドーナツ好きですか。みんな、みんなさ、クリスピークリームドーナツは好きですか、ね、僕は、ちょっと甘すぎるかな。甘すぎるね。ちょっと甘すぎますね。クリスピークリームドーナッツは。うん。スターバックス。皆さん好きですか？スターバックス。僕は、まあまあですね。スターバックス、まあまあですね。悪くはない。悪くはないけど、その、特にね、食べ物があんまり好きじゃないですね。スターバックスの食べ物。あまり好きじゃない。ね。ラップとか、そんなに好きじゃないですね。僕は何が好きかな。僕はあの日本料理ね、日本食と、あとイタリアンやっぱ好きですね。僕はイタリア料理が好きです。スペイン料理も好きですね。パンコントマテとかね、ハモンとか美味しいですよ。それではまた明日いろいろ話しましょう。またね。